ピンポンパンポーン。皆さん、おはこんばんにちは。黒板係のゆっくりだよ。同じく皆さん、おはこんばんにちは。字幕係のゆっくりだよ。今回は前回の続きで、日本軍の対戦車兵器を解説していくよ。確か重火器の不足で、歩兵と工兵が対戦車戦闘を強いられたって言ってたっけ。そうだよ。ノモンハンの時みたいな感じか。もっとえげつないよ。それでハワる意味で有名な兵器から紹介していくよ。まず1個目、一つ爆雷だよ。なんだこれ。ちなみにこんな感じで使うよ。爆風で死ぬか敵兵に見つかって撃たれる未来しか見えねえ。というかもう少しマシな兵器はないんですかねえ。あるけど最初だからインパクトが大事だからね。実際マリサが言ったように、敵歩兵と共に行動する戦車に攻撃する場合、撃たれることは間違いないよ。また、爆風に巻き込まれて死亡することが予測されることから、一種の特攻兵器として扱われているけど、使えば必ず戦死するとは限らないよ。いや、どう考えてもこれで生き残るのは無理だろ。そう思うだろ。第一次インドシナ戦争にて同じような兵器を使用した例では、47本使用して12名生還し、その後の戦闘に従事したよ。生還率 26% なんですがそれは、というか生きてる時点でおかしいわ。どんな使い方したんだよ。画像通りで、爆雷を持ってそのまま敵戦車に突っ込むだけだよ。幹に投兵には投げて使用することもあると書いてあるが、細長く重いものを投げられるとは思えないから普通に突き刺したと思うよ。ちなみにこの一つ爆雷はノイマン効果を利用したり、大量に生産されたが輸送船を5個しか沈められて前線に届かなかったり、補給が間に合わなかったから前線で同じようなものを製作したり、挙句の果てには竹に爆薬を突っ込んだ爆装なるものも開発されたりと、小ネタに尽きないよ。わかったからもう少しマシなやつを紹介してくれ。ということで、はい、救急式波光爆雷だよ。どうやって使うんだ。敵戦車に貼り付けて使うよ。しかし、威力が弱く20ミリの鋼板を貫通するのがやっとだから、複数まとめて敵戦車の機関室の上に置いて使ったりしたよ。一つ爆雷よりマシなのか、これ。使うだけで確率で死なないからマシじゃないかな。ちなみにドイツで同じような意図で開発された吸着地雷は、140ミリの鋼板を貫通できるよ。あ、うん。それでも米軍にとっては脅威だったらしく、沖縄戦などでは、波光爆雷対策用に、戦車の側面に木の板を貼り付けて対策していたよ。また、本来の用途とは別に、現地で改造されて地雷として使われていたこともあるよ。それで発技の兵器に行くよ。防地雷だよ。使い方としてはそのまま敵戦車に突撃するか、竹竿の先につけて敵戦車に踏ませるかだったよ。93式戦車地雷と使い方変わらないのか。もちろんそれだけでは撃破できないから、敵戦車の駆動系を破壊して、突撃して乗員そのものを攻撃するよ。敵歩兵がいたら間違いなく失敗するけどね。身をもって実感した。それで発技に行くよ。対戦車敵弾だよ。ドイツの技術供与によって開発された対戦車養成系作薬弾で、その中でも、小銃で発射できるようにしたのが対戦車敵弾だよ。40ミリ多弾と30ミリ多弾があるけど、まとめて対戦車敵弾と呼ぶことにするよ。こんなので戦車を撃破できるのか。小銃敵弾と侮ることなかれ、40ミリ多弾だと60ミリの鋼板を貫通でき、高温ガスや鋼板破片が乗員を死に至らしめるよ。まあ弾道はクソだけど、しかし威力が大きい分使用者に危害が及ぶことが多く、使いこなすのには訓練が必要だったよ。肉薄しなければいけない一つ爆雷と波光爆雷と比べたら、危険と肺へある程度距離を離して使える分まだマシかもしれないよ。運が良ければそのまま敵戦車を路獲できそうだな。ちなみに多弾全体で見ると、野砲、榴弾砲、敵弾等と幅広く使われていて、対戦車戦闘に大いに役に立ったよ。それで波路獲できそうな兵器つながりで、チビ弾を紹介するよ。画像が見つからなかったから生産施設の画像で我慢してね。チビ弾とは直径10センチのガラス玉にシアン化水素と銅粉末を詰めたものだよ。使用方法としては砲塔付近やエンジン付近に投擲し、破裂した際に出たシアン化水素を乗員に吸わせ、中毒死させるものだよ。シアン化水素ってそんなに危ないのか。量によるものの致死性はあるよ。ちなみにアクリル製品などを燃やした際にシアン化水素が出ることもあるから、気をつけた方がいいよ。あとシアン化ってついてる化学物質は基本的に人体に有害だから、良い子のみんなは摂取しないようにしようね。話を戻すとこのチビ弾は閉鎖された場所だと戦車以外でも使用でき、
トーチカなどに対しても有効であったよ。ちなみに投擲機を使えば100メートル先まで攻撃できるが、戦車に直撃させることを考えるとやはり肉薄することになるね。逃れられぬ肉薄。そしてここからはダイジェストでいくよ。え？木管に梱包爆薬をつけたやつ。敵戦車に乗せて爆破させる。梱包爆薬を持ってそのまま敵戦車に突撃することも。振り分け梱包爆薬。投げ縄の要領で敵戦車に投げる。鍵付き梱包爆薬。肉薄対策に金網をつけた敵戦車に使う。投射式粉身爆雷。和製パンツァーハウスと弾頭だけ作られ、発射機がなかったことから竹などが発射機として使われた。10センチの鋼板を貫通できる。吸着梱包爆薬。敵戦車にくっつけられる梱包爆薬。糸に93式戦車地雷をつけたもの。投げつけて使う。糸に地雷をつけまくったもの。両端を引いて操作して敵戦車に踏ませる。結束手榴弾で離体を破壊する。発煙筒で肉薄攻撃を援護する。ちなみに肉薄攻撃は、ハッチをこじ開け、中の乗員に対して、軍刀拳銃手榴弾などを用いて攻撃を行う。レール、鉄棒、シャベルなどを戦車のキャタピラに突っ込み停止させ、肉薄攻撃を行う。戦車のハッチに粘土などを貼り付け、行動できなくさせ、肉薄攻撃をする。複数の歩兵で小銃でハッチに対して射撃を行い、行動を阻害する。竹と爆薬と鍵、方針を破壊する。ふぅ。やっと終わったか。1分も使ってんじゃねえ。末期数軸の即席兵器の数は異常。ところでタコ壺の中で航空爆弾を抱きかかえて、戦車が真上を通ったら新艦をトンカチで叩くバイトがあるけど行く。即死確定。肉薄兵器はそこそこにして、次は姿勢兵器を紹介していくよ。まだあるのか。仕方ないね。まずはこれ。三式対戦車手榴弾だよ。正しく言うと姿勢兵器ではないが、実戦に投入されてないから、こっちで紹介することにしたよ。いかにも肉薄しそうな見た目だな。うん、敵戦車に投げつけて使うよ。麻布を使うので、貴重な金属資源を使わないことから、25万個も生産されたよ。生産数から漂う末期感。大きいもので1キロを超え、小さいものでも800グラムと、見た目によらず結構重かったよ。もちろん大きい分削薬の量も多く、当たり前のように使用者にも被害が及んだよ。使うだけで死傷する兵器とか誰が使うか。梱包爆薬抱いて敵戦車に突撃する方がいいの？いえ、結構です。それでは、次に行くよ。三式地雷だよ。陶器、もしくは木製の対戦車地雷だよ。見ただけで資源不足だとわかる見た目。それもあるけど、金属探知機に発見されないようにするためでもあったんだ。これも36万個と生産数が多かったよ。それでは次に行くよ。やはり姿勢だから紹介時間が短いんだな。姿勢4式7センチ粉身砲だよ。ようやくまともそうなのが出てきた。この姿勢4式7センチ粉身砲はアメリカのバズーカをリスペクトしたドイツのパンツァーシュレックのパクア、5本、リスペクトしたものだよ。主の記憶ではテレビに出てたわずだよ。性能としては80ミリの鋼板を貫通でき、苦戦していた M4 中戦車を側面から撃破できたよ。砲自体は3500門生産され、砲弾は約5万発生産されたよ。しかし肝心の砲弾は問題が多く、新艦が作動しなかったり、命中精度が悪かったりと使いにくい代物であったよ。そしてさらに威力を強化した姿勢9センチ粉身砲が開発され、それを元とした姿勢9センチ空挺対応粉身砲も作られたよ。制空権も確保できてないのにどこに空挺降下するんだよ。それでは次に行くよ。姿勢5式45ミリ間イム反動砲だよ。まともそうだけどなんか問題ありそう。この無反動砲は多弾の技術を応用して開発され、100ミリの鋼板を貫通できたものの、角度によっては弾かれることもあったよ。ほらやっぱ欠陥か。いや、角度がきつすぎると弾かれるのは当たり前だからね。ちなみに沖縄に送られた話もあるけど、真偽は不明だよ。次で最後だよ。姿勢81ミリ無反動砲だよ。100ミリの鋼板を貫通できたよ。これも姿勢5式45ミリ間イム反動砲と同じように、沖縄戦に送られたという話があるが、どこを探してもソースがなかったよ。大戦末期の試作兵器の実戦投入とかこれもうわかんねえな。てかここまでいろんな兵器見てきたけど肉薄兵器の数が異常すぎる。敵歩兵がいなければなんとかなるからね。そんな状況があるわけないだろ。大戦末期のドイツじゃあるまいし。あるんだよなぁ、これが。1945年の沖縄戦において、4月19日に嘉数陣地に歩兵と共に戦車部隊が侵攻したものの、日本側の苛烈な射撃により、歩兵の撤退が余儀なくされ、戦車部隊だけで嘉数に突入することになったんだ。
侵入する際に対戦車地雷によって3から4両が角座し、侵入した後も巧妙に隠された日本軍の火砲や密発攻撃によって多数破壊され、無事に撤退できたのは侵攻した30両のうちわずか8両だったよ。状況が特殊すぎるんですけど、局地的な戦いでは日本軍が勝利したことも少なくなかったよ。硫黄島の戦いにおいて元山飛行場を通過していた米戦車を30両以上撃破していたよ。しかし M4 中戦車でさえ苦戦してたのに、ドイツ重戦車対策用に作られた M26 と T30 を太平洋戦線に投入する予定だったから、無理ゲー。ということで今回はここら辺で終わりにするよ。ご視聴ありがとうございました。ありがとうなんだぜ。